今日もあのいろいろお疲れ様でした。いやー参ったね。 まさかね毎週になると思わないよね。いやまずは、はい、前回の動画で、うん、まあ、半分冗談もあったのかもしれないですけど、はい、マキさんが2週連続ノーヒットあるぞっていうことを、はいはい、愛闘獣でしょ愛闘獣言ったでしょってやつですよね。そうですよ、やっぱりねこのセブンティーンクラブ、はい、ね大谷君勝手に入れてますけど、これ槙原のセブンティーンが入って、はいはい、ローキーの17番セブンティーンクラブ、はい、なかなかですね、はいはい、強いね、すごいですね、うん、多分いろんな方のちょっと動画見ましたけど、うん、2週連続やるんじゃないかはさすがに多分野球界でマキさん以外そんな言ってらっしゃる。あ、そうですよね。まあでもそれくらいあってもおかしくないぐらいの圧巻でった、でしたから、うんうん、まあその辺はね言ったもん勝ちの部分もあるからはいはい、はい、そう思われてもしょうがないんだけど、でもまあ今年完全試合をするだろうっていう佐々木朗希を当てた私ですから、はい、かみってますよね。かみってます。かみってます。ちなみに昨日はあの試合の時は何をされてたんですか。あのですね、地上波 7で、はいはい、佐々木朗希をやってるじゃないですか、はいはいはい、なんと6チャンネルでは TBS でヤクルト対、DeNA 戦を私担当しておりまして、はいはい、またライブで見てないんですよ。はいはいはい、はい、見れてないんですよね。なるほど、うん、それはちなみにあの投球の映像はいつ頃ご覧になる。いやもうその後帰ってずっと見たんですけど、はいはい、まあでも今日なんと、はい、発覚しました、はい、視聴率すごかったですね、うん、テレビ東京がね、うん、並びにまた巨人阪神戦伝統の一戦もやってたんですけど、そこにも勝って、もちろん TBS ちょっと負けました、うん、残念ながら悔しいけど、まあでも、それくらいこうまあ一度チャンネル合わせたら、うん、もう変えられないよね、うん、継続中だから、うんうん、まあ、それくらいのやっぱり実際問題こうやってる最中のテレビ、うん、でどうだったんだろうお茶の間はね、うん、なんで変えるのってなったよね、うん、絶対ね。そうですね、まあちょっと、うん、まあ、その話に行く前に、うん、まずはなんか序盤前回との違いみたいなことが感じられたのか、はい、まあどんな感じでその序盤中盤だね、中盤にやっぱり球が抜け出してるんですよ、でやっぱり完全試合やった時ってもうピタピタこっち側こっち側ってコースを間違うことなかったんですけど、はい、外構えたらもうインコースに行ったり、はいはい、で三振、まあ、万波選手の三振なんかももう完全にここから抜け球のシュートだったんですけど、はいはい、球速いから三振取れたけど、はい、まあまあ今までにないこう疲れてくるとどうしても腕が下がってこう、うんうん、シュート回転っていう球が多いピッチャーでもあるんです彼はね、うんうん、だその球が出だしてるんで首脳陣は、うん、ちょっとこうちょっと今までと去年とは、いや前回とは違うなっていう話はしてたっていうのを見て、あ、確かにそうだなと、うんうん、その前に投げたスライダーも腕の振りがすごい弱いんですよ、うん、合わせてる感じのスライダー2球で追い込んだんだけど、うん、まあ明らかに今までのその腕の振りとはちょっと違うなというふうには後から見直せばね、うんうん、まあわかる、でもどうだろうな、一般の人はそんなにわかんないかな、うん、うん、いやまあもう本当にすごい議論になったあの8回の交代ですけど、はい、うん、率直に牧さん的にはなんかその、まあ、賛成か反対かみたいなことで言うとあの判断ってどんな感じなんですか。50-50、これ一番ダメなやつだよね、選手の立場だったら絶対投げたいです、うん、で多分監督がローキーどうするって聞いてきたら行かせてくださいって言うと思う、うんうん、行きたいですって言うと思う、うんうん、これがやっぱり、その先発ピッチャーの心理ですよ。完全試合どうのこうのよりも自分で勝負つけたいんですよ、うん、勝ちか負けか、うんうん、まあそれは完全試合につながれば一番いいんだけど、うん、でも首脳陣っていうのは怪我させちゃいけないし、うん、ましてや9回こっちが点取ってればロッテが点を取っていれば完全試合は彼が頑張ればそのまま確立するんだけど、それはもうなせてないわけだから、うん、だからこれを無理して投げさせたけれども、うん、9回ロッテも点取れませんでしたとなった時には完全試合達成にならないじゃないですか、う
まあ、10回で絶対変えるでしょうから、うん、だからそういう意味では、まあ、こう早めに変えたなっていう感じはしますね。うんうん、じゃ あ, あれはやっぱり9回に点が入らなかったから、まあ、9回投げるのも延長10回に投げるのも一緒だから、うん、だったら8回で変えよう。ただそれに異論を唱えたのが里崎さんが解説してたんですけど、はいはい、今日昼帯でも言ってましたけど、うん、首脳陣とグータッチしてたんだって、うん、もう交代だよって、うん、8回終わった時点でお疲れさんって、うん、だから首脳陣はもう決めてたと、うん、その前の7回の、投球でちょっと抜けたりだとかしてたんで、うん、8回確かに3者連続三振取ってるんだけど、うん、まあここでお疲れさんと、うん、100球も超えたしというところだったと、うん、いうことなんで、だからまあその球数もそうだし、うん、球の抜けてきた感じもそうだし、うんうん、とりあえず将来のある人をやっぱり自分が言ってあげないとっていう思いだったのかもしれないよ、うんうん、だってどうするって聞いた時には行きますって多分僕は言うと思うんだよ、うんうんうん、それを指すよりも自分たちで、うん、まあ言えば大人ですよね、うんうん、大人がしっかりと、やめとこうと、うん、言ってあげたというところだと思うんですよね、うん、まあ、もし仮に槙原さんが、うん、あのピッチングコーチとして、はい、あのベンチにいても、まあ、変えたのか、うん、まあ、あの交代だよって言いながら涙をこうちょっとこう出てくるような向こうも寂しそうな顔したらだけど、まあ、こう潜在一遇のチャンスを、うん、彼は潜在二遇にしてるわけじゃん、うん、やばいよね、うん、やばいよ、うん、すごいですよね。2試合連続ってもしあれが達成されてたって考えたら、うん、そうですね、多分9回投げてても、はい、多分まだ力を出してやった可能性はあると思うし、うん、もしヒットでも出たりフォアボール出したら変えてたと思うんですけど、うんうん、でも結果をつけさせてあげたかったなっていう思いはあるんだけど、うん、うん、まあだけど彼はまだ将来あんだよ、うん、だからこれ4月っていうのもすごくキーワードであって、うん、やっぱり僕らもローテーションで回るときに4月とかあんまり無理させないよっていうのが、うん、やっぱり首脳陣とか、まあ、近年のやっぱりローテーションピッチャーの、うん、感じですよね。早めに変えてるじゃないですか、うん、でやっぱり100球とかベテラン の, そのローテーションピッチャーでも結構早めに変えるような時期なんで、うんうん、これが例えば7月8月だったらもうちょっと投げさせたと思うんですよ、うん、無理が効いたと思うんですよ、うん、っていうのは4月からずっとローテーション回ってるんで、うん、球数だとかそういうものに対しても体もしっかりできてきたしなっていうことがあると思うんだけど、うん、まあこの4月ということも含めて変えやすかったかなって気がします、うんうん、勇気は言ったよね、うん、全国放送だしさ、うん、報道が流れた時にさ、報道というかアナウンスされた時にさ、うんうん、球場全体がとかおーとか、うん、ブーイングみたいになるのかなと思ってたと思うんだけど、井口監督、うん、意外とあんなかったよね、うん、あれもちょっとこうなんか日本の見るファンも少しこう、うんうん、そっちの方にシフトして、球数制限甲子園でもそうじゃないですか、うん、ある程度少なめにしようだとか、今年の春の選抜の時のね、近江高校のピッチャーもねたくさん投げてたんだけど、まあ、彼は先発させましたけど、うんうん、まあそういうこう5日間で何百球というようなことで議論になってたことも踏まえてね、うんうん、まあまあお客さんも含めてちょっとこう、選手のことを考えるようになったのかなと、うんうん、まあ、佐々木君そのものもやっぱ高校3年生の時にあの県大会、はい、そうですね、あそこで、まあでも佐々木君のことでかなり議論がまた進んだわけじゃないですか、うんうんうん、で今回のまた佐々木君でまた議論がいろいろとされて、こうやって YouTube 上げる人もたくさんいたもんね、前回もね、うんうん、だからこれで議論されて、はい、そしてどうなっていくかでしょうけど、はい、答えはこれ僕はアメリカに行った佐々木朗希が完全試合やった時に、うん、あの時だよねっていう可能性はあると思うよ。なるほど。
まあ完全じゃなくてもノシトノランはあるかもしれないじゃん。だけどアメリカはアメリカでもっと厳しく球数制限とか次の登板もあるからドライに変えたりするじゃん。ダルビッシュだってパッと変えたりするじゃん。あれも4月だったから、それましてや、彼にとっての第一線のピッチングだったからさっと変えたりしたじゃん。だからそういうところはあるから、そこも克服していかなきゃいけないからね、まあ、だけどこの議論の答えは佐々木君がまた違う形で結論を出してくれるかもしれないね。うん、やっぱりあの100球って、まあ、目安もあると思うんですけど、はい、プロの目線から見ると、あ、この投げ方ちょっとここが崩れてきたから疲れてるなと か、はい、なんかこのまま投げたらちょっと故障しかねないぞみたいなのっていうのは、やっぱプロの目から見ると分かるんですか？分かりますね。だから特に佐々木君ってやっぱりオープン戦ですごい球投げてるんだけど、ちょっとシュート回転する球多いです。もともと多いんですよ、うん、こう画面からするとまっすぐ行ってるのがスーッとこう抜けていくような球、うん、右バッターにすると当たりそうな球っていうのが結構出るんですけど、うん、まあこの完全試合の時はあんまり出なかったけど、うん、この間の試合に関しては逆球も出だしたんで、うん、結局その疲れみたいなものが残ってんなと、うん、だってそうだよ、13連続三振取るってこう、うん、イコールものすごいこう労力をあの要するんですよ、うんうん、13人連続アウトを取るのはこれゴロでもいいんだったら13球で終わる可能性あるんだけど、まあ13連続三振というとまあほぼかける13だから、まあ39回、まあまあそんな細かいこと言ってもしょうがないんだけど、とにかく要するんですよ。だから大変なんで、そういう意味では三振取るっていうのはすごいことなんだろうけれども、うん、まあちょっと兆候がね、うん、あのやっぱりピッチングコーチとか特にいつも見てるピッチングコーチはそのちょっとした細かい彼の動作とか、うんうんうん、そういうものもしか見てないんですよ、うんうん、怪我させたらいけないっていうのがやっぱり第一条件あるから、うんうん、やっぱり優勝するためには彼の力必要だけど、うん、やっぱり早めにこう下げさせて、例えばじゃあ今回10日間またリフレッシュ期間を上げようでも、もしかしたら取るかもしれないもん。じゃあ、まあこれで8回で降りて、うん、まあ、そんなに次の試合もまだ疲れが残ってないとすると、これズバリ次の試合、うん、どういう結果になるのかな。そうか、これでまた当てたらまた来週もこの動画上げれるのでエンドレスで、すごいことになるんだけど、あの今度はですね、京セラドームで前回やっつけられたバファローズ、うん、オリックスとの戦いがあって、うん、まあ、あの吉田正尚もホームランも出ましたし、うん、そういう意味ではそんな簡単にこう三振19個を奪えるような展開にはならないと思いますけど、まあ、ヒットも早い回に出てですね、完全試合は僕はないと思う。ちなみに前牧さんがやっぱり佐々木君ってまだそんなに先発の経験がないじゃないですか、はい、それって言い換えると他のチームの対戦回数が少ないっていうことがあるんですけど、うん、このなんかものすごい打てなさにあんまりその佐々木君との対戦の経験がないからっていうのは関係してるんですかね。いやー、まあでもそこの次元を超えてるんだよね。やっぱり160キロをほぼ超えてくるピッチャーが、はい、そこそこコース投げられたら対策云々じゃないし、かといって三振数を減らすために、うん、セーフティーバントなかなかできますかって話だよね、うん、しかも、うん、フォークがなんか素人から見ると2種類あるように。そうですね、カウント取るようなフォークと決めに行った時っていうのは、はい、あれもあのしっかり腕を振るか振らないかで多少あの微調整できるんですけど、うん、やっぱり取りに行った時っていうのは多分バッターからすると消えてると思うんですよね、うん、あ、消えたっていうぐらいの落ち方してるんだよね、はいはいはい、うん、だからまあ、本当にこうなりふり構わず攻略したいんだったら、僕バントの構えだとかこういう構えるでしょ、う
俺僕広島戦で結構勝ってた時期あったんですけど、うん、広島の選手が全員こうやって構えるんですよ、うん、で俺何回もやっぱりその構えるとやっぱり前にちょっと出るじゃないですか、はいはいはい、ね、で結局ある程度疲れて後半攻略されたってことあるんですよ。へー、大したことじゃないと思うじゃない聞くんですよ。へー、聞くの。だから本当にオリックスの選手たちが佐々木攻略としてやるんだったらセーフティーの構えやるとか、はい、でこう本当にこうちょっともう本当にやるような雰囲気を出して、ちょっとダッシュさせて球数を生かせれば早めに交代した時には結局まあ首脳陣が今回100回で決め、いや変えてんだから絶対それ以上投げないわけじゃん。これ分かったじゃん、100回で変えるってことは、100球で変えるってことは、ってことはいかに6回7回までに100球を投げさすかっていうことに徹した方がいいってことになる可能性あるから、うん、野村監督だったらやってるよね。おお、多分そう思うな。なるほど、うん、すごいですね。本当どれぐらい続くんでしょうね、この佐々木君のこうパーフェクトというか、もう、まあ、パーフェクトは多分今回の、2回で1回打ち切りにして、はい、次はどういう省エネピッチングでもいいですし、はい、違う佐々木朗希でやっぱり勝つピッチングしたいと思うんですよ。今回分かったのは、うん、完全試合で確かに勝ちました、うん、でも次の試合って8回まで完全試合やりましたけど勝ちもつかなかったんですよ、うんうんうん、やっぱりローテーションでやる以上、うん、勝ちをチームにつけたいっていう思いもすごくあるわけだから、うん、やっぱり次の登板にまた疲労を残さないピッチングをした方が次にとってはチームにとってもいいことだってことだとすると、多少省エネみたいなこともね、まあまだ若干20歳のピッチャーにそこは求めてないかもしれないけど、僕も同じ道を歩んだことがあって、20歳の時に初めて先発ローテーションでずっと回ったんですけど疲れ知らないんですよ。でスピード感も出るから結構球場内が湧くと、あ湧いてるなと思ってまた力入れて投げるじゃん、これ若気の至りで。これ聞くんですけど、やっぱり肘だとか肩に疲れきましたもんね。だから佐々木君もやっぱり今スタンドの雰囲気とか全体的なものにもう乗ってしっかり手を振って投げてますけれども、やっぱりじゃあ超人じゃなくてやっぱりしっかり勝つことっていうのも重きを置いてくる可能性あるんですよ。だから大谷選手を見て分かるように、大谷も160キロで160何キロだっていうことを結構追い求めてる雰囲気あったじゃないですか、日本人最速で周りももうみんなそう見てる。でもアメリカに行ったらそういうのにザラにいるから、彼ピッチングスタイル変えたでしょ、でスピードを出さないじゃないですか、ああいう風になってくるんですよ。だからまあ本当に佐々木朗希ファンになった人も含めて、こんな腐すようなことじゃないとは思うんですけど、少しずつピッチングって変わってくるの。今年はまだ朗希スタイルでいいと思うんですけど、やっぱり少しずつその勝つための野球に対し変わっていくケースもあると思うんで、ならまあ大谷選手の26、27ぐらいの時、あと4、5年後にはまあ勝てるタイプスタイルになる。それがいけそうな時には完全試合ってことも十分あるし、ノーヒットノーランっていうのもやる可能性十分とはあると思うんだけど、ピッチャーってスピードガンで160キロ出たらはい勝ち投手ですだったらそこに求めますけど、違うんですよ。140キロでも130キロでもね、もう200勝近くしてるピッチャーもいるし、山本昌さんなんかも200以上してるんですよ、だからやっぱりそっちの方もいずれ頭の意識が佐々木朗希君も行くこともあると思うんだよ、だからまあまだまだこうそっちを求めてほしいっていうのは本音だけど、まあ、僕もその若い頃からデビューしたという経験から話してもらうと、ファンの、声援には応えたいけれども、まあ、ちょっとねオーバーワークになるっていうこともちょっと頭の中入れてね、だからそれを考えたら100球で止めたこの今回の首脳陣の判断っていうのも、あながち間違ってないということだと思いますけどね。
うん、結果的にその方がファンも長い期間そうなんですよ見れるし、もうだって日本の宝じゃなくて世界の宝ですよ今、うん、多分世界中がもうやっぱり大リーグも来てほしいだろうし見たいだろうし、日本球界を巣立っていくときにはさ、まあロッテ球団に対しても、まあフリーエージェントじゃなくてポスティングにしてもさ、かなりのものを落としてね、球団としてはさ、得れるわけですから、これがね、大きいよ、うん。で今回の注目度からしてたって視聴率も含めてさ、球場今日も満、昨日から満タンだったんですよ。うん、だから日曜日ね、本当にロッテの人たちはこれから雨にならないでくれしかないよね。ローテーションが変わっちゃうのが一番怖いよね。うん。